白なんちゃら、あ、上白糖、あれです、上白糖かけて食べます。砂糖つけるの。うめや、甘々がいい。こうやって食べる、ハートにするの。キュンです。ハートになってない、キュンです。食べ方正解？正解とかあるの？でもこうやって食べると甘い、最後が。おいしい。いちごの季節だよね。いちご狩りとかある季節。うまい。ありがとうございます。うまいきゅう、うまいきゅう。ラストいちご味わって食べんとね。キュンです。全然キュンじゃなかった。キュンです。キュンです。ラブラブ。投げいちご投げキッスみたいな。投げいちご、でもなんかいちご投げるっていう表現も良くないな。うん、大きいいちご。おいしい。本当ありがとう。メイク落としたな。うん、なんかもうね、レッスンの日はメイクしないんですよね。いや、メイクした方が、あの衣装合わせでなんかその日着リハって言うんですけど、あの衣装を着てやるリハーサルのこと着リハって言って、着リハですって言われたら、うわーメイクしていこうかなって思うんですよ。なんか衣装にやっぱ顔ができてないと、こうメイクでなんか衣装となんかこうち、なんて言うんですか、違う感じがして、合ってない感じがして。初めて聞いた着リハ。そうだからメイク、そう着リハってやったらメイクするんですけど、着リハっていうとなんかね、そう、まあ、本番近かったりとか、本番当日になんかユニット衣装だけ着リハですとか、着たことない衣装の時とかだけとか、着リハっていうやる、着リハする。普段のリハマスクする？そうだね、マスクしてるね。うん、まあでもなんかメイクしてないからってのもあるかも。ありがとうございます。なんかね、鏡で自分の顔っていうか表情とかなんかいろいろ確かめたいなって思ったらメイクしてたりするんですけど、今は結構覚える作業とかが多くって、そう、すごい、なんだろう、もうブワーって感じで一気に頭に詰める作業をしてるので、今は
なんかもう毎日すっぴんで行ってるかも。もうメイクするよりも寝て、そう、朝はギリギリまで寝ます。何覚えるか、なんか大きいコンサートになったりするといろいろ構成とかが変わったり、そう、なんかいろいろするんですよ、立ち位置とか。あとは全員でのコンサートなので、なんで公演は16人でやってるんですけどね、フォーメーション覚えるのでも私苦手なんですよ。こういうの本当にもう全部メモしてます。もうマジでメモメモして、もう事細かくメモしといて、で帰ってきて動画見ながら自分で整理した方がなんか頭に入るから、とにかくメモメモです。メモメモメモ、大事なことはメモメモメモ。ありがとう。お昼ご飯どうしてますか？ダッシュで買いに行く行くぞか、家から持ってくる。なんか私さ、ストック人間なの。めちゃくちゃストックがないと嫌な人でね、レッスン上に冷蔵庫があるんですけど、冷蔵庫に今日も置いて帰った。なんかあったら安心するから冷蔵庫に置いて、キューって書いて置いといて、そう、名前書いて置いとけば、充電が 20% だった。止まった？ありがとう。止まった、一瞬止まった。何ストックしてきた？あの紅茶と飲むヨーグルトなんか飲むヨーグルトは朝早いから朝ごはんなしでレッスン場に行った時に飲めるようにあの朝ごはんを食べれなかった時用に置いてる、置いてきた。そう、緊急用、そう、非常時の。ゼリーとかあってもいいよ。非常食は大事。朝コンビニ行く余裕ないんだ。え、ないよ。コンビニないですね。だってもうさ、信号？信号がさ、青になるのを待つのでさえもうもどかしいぐらい急いでるのそう、朝は秒単位で動いてますよ私は。はい、
余裕持ったら余裕持てたら持ててますよ本当に。でも明日も頑張ろう、みんなも明日も頑張りましょう。だよ、起きただけで優勝だから、起床優勝、よし一日頑張れる。ラッパー起床で優勝、58？ ちょっと待って、誕生日呼ぼう。アッピーさん、フレッシュメロンさん、ユウさん、きなぺこさん、さくまるさん、ダイさん、ボンちゃんさん、モトさん、マクアラオンさん、ひろきさん、風神丸さん、アルマサトリアさん、青空さん、ありがとうございます。皆さんおやすみなさい、おやすみおやすみ。ちょっと配信が短めで申し訳ない。明日もまた頑張りましょう。ありがとう、夜遅くに見てくれて。おやすみ。ブエーブエーうわーブエー。また明日。Good night. たこ焼き。またねー。ウーパールーパー。